はい、皆さんこんこにちは、村長です、えー。ちょっと興奮気味な感じでですねいいんですよこのシンクルームですねお友達の亀岡さんと今回テストをしました亀岡さんのネット回線がとってもいいからですね 800bps が出てるんですよねそして、えー、僕の方は約 200bps が出てるんですけれどもその環境でシンクルームを使ったら 0. 0秒いわゆる12ミリセコンドというような、えー、とああもうもうなんか言葉が言葉がおかしいです、えー、という感じでめちゃめちゃ早くですねレコーディングができましたまあ僕はあ奈良でして相手の亀岡さんは和歌山の橋本というね別にその距離はネットの場合関係 あんまりないんですけれども、まあそんな感じでレコーディングの勉強やらしてるんですけれども今回ちょっとやってみようとシンクルームを DAW のモードで立ち上げて向こうは Q ベース僕の方は s t u d i o なんですねそれでシンクルームを VST モードっていうので立ち上げて動かしたらですね早い感じだったんです。でもでもすね 初めはなんかこう音が回って二重に聞こえたりでなんとなくリバーブかかったみたいに音が遅れたりしててなんかおかしいなーって感じだったんですけれども最後いろいろ試してたらですねよっしゃこれみたいな感じになりましてやってみたんですねまず音がぼちぼちいいと今回の実験は僕の方でカラオケを流します。これは亀岡さんののオリジナルの みっていう曲なんですけれどもそのオリジナル曲をこちらから流しますそれを聞いてですね亀岡さんは歌を歌うんですねでその歌を歌ってそして、えー、今度はレコーディングはこちらでその歌を取り込んでボーカルレコーディングをするというねグリーンと一周回ってきたみたいな感じでやってみたんですそしたら 本当にもう遅延というのがほとんど聞かれないぐらい見てもですねすっごくいいんですよねちょっと見せましょうかずっとこう大きくねこうしたら若干ちょっとここらで遅れてるんですけれどもまああとで音を聞いてもらいますけれどもじゃあここらなんていうのはちょうどジャスト入ってるんですよねまあここらもまだツッコミ気味ぐらいで 歌われてますよねねここねもうちょっとこの後ろのサビに近いところまあここらもこんな感じに録音ができてるんですね。本当にもう聞いたらびっくりするような感じでですねまあこちらの桶、OK、の音がいいのはですねそのままここに僕が配置してですねそしてこの桶、OK、を流したわけですね。そして こちらが亀岡さんの声なんですねちょっと一回アカペラで少し聴いていただきましょうでリバーブもちょっと切っておきますね生で聴いてもらえるようにいくらもがいても明日が見えなくてそこ知らぬほどに人が 怖く。て、何を希望に何から始めて。はい、こんな感じなんですね。えー、っとまあ、今はアカペラで聴いていただきましたから、リズムのズレとか。あそういうのはちょっとわからないんですけれども、もまあ、そんなんでこれはいけるなって感じでやってですねえー。今日のちょっとあの？ 解説はなんかテンション上がりすぎてなんですけれどもそんなんで、まあ、話はこのぐらいにしましてですねえじゃあそのレコーディングができたあこの音をですね聞いていてただきます音はすごいようになりました。はい もがいても明日が見えなくてそこ知らぬほどに人が怖くて何を希望に何から始めて何に夢を重ねればいいのかさえわからない 生き抜くことに迷い悩み込んだり今の自分の姿情けなく嘆いたり逃げ場所を探しうずくまって泣いたりあげくの果てに人のせいにして怒ったり そうさ人間だものそれでいいんじゃないかな人生という初めての道を歩いているのだからどうでしょうかそねあのスタジオで 撮ってるというのにはやっぱりこうちょっとじじっと脱音があったりしてね、そういうところはあります。でリバーブもちょっとですね、後でかけたわけですね。はい。えー、でもとってもいい感じにね、えー、できてますでしょでしょっていうかね。えー、ということであのー、まあこれから。 まだまだ実験は繰り返すと思うんですけれどもまた他の僕もお友達もいますしね今うちのシンガー「ひまわり」もですねいろいろ研究勉強中なんでご、えー、一緒にですねこのネットのレコーディングをどうするかこれをやりきったらですね先駆者になれるんじゃないかなと思うんですよね。えー、そして、まあ、今これでもですね1 2ンドですよね。 これが 5G とかになったらもう本当にレイテンシーがほとんどないというようなそんなことになるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。もうネットのレコーディングの世界が絶対変わると思うんですけれども皆さんもね一緒に研究勉強したりしませんか特別なこう価格でですねネットでレコーディングしてくれる人にはですね 半額キャンンペーンとかやってですねこう足を運ばないスタジオに来てくれる人もこう交通費使って来てくれるしお互いがもう時間が束縛されない真夜中でもできる皆さんが揃えるものって言ったらですねオーディオインターフェースとマイクとそしてネット回線まあこのぐらいのもんですよねだからこれによって時代が変わってですね もう DTM 勉強するその初心者の人が無理無理ですね音楽好きだからですねやらないといけないとかもうそんなことはいいんじゃないかなと思うんですねそこは専門家に任せてですねもうやってしまえば自分はまあ歌う人弾く人そういうのに徹することができると思うんですよね絶対にコストも下げれると思いますんで僕はこれがこれから伸びると思うんです本当にに皆さんも一緒に 勉強していきませんかということで今日はちょっと暑くなりすぎましたけれどもヤマハのシンクルームを使ってですね、まあ、ネットレコーディングするというこの実際のもう実験を皆さんにお見せしました村長でした。